ニコラス・キーファーは、ドイツ・ホルツ民元出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーで、シングルス6勝、ダブルス3勝を挙げた。シングルス自己最高ランキングは4位。身長 182cm、体重 80kg。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。6歳からテニスを始め、1993年に16歳で、 ドイツのジュニアチャンピオンになった。1995年全豪オープンと1995年全米オープンの男子ジュニア部門で優勝。同年にプロ入り。1997年ウィンブルドン選手権で初のベスト8進出を果たす。この大会で長年ドイツの男子テニス界をリードしてきた2強豪、ボリスベッカーとミハイルシキヒが同時に現役引退を表明したため。 後継者としてのキーファーは地元ファンの大きな期待を集め始めた。同年9月、トゥールーズテニスグランプリでツアー初優勝を果たす。1998年全豪オープンでも8強入りする。1999年にキーファーは男子ツアーのシングルスで年間3勝を挙げたが、その中には4月にジャパンオープンテニス選手権の優勝が含まれている。2000年は、 全豪オープンと全米オープンで準々決勝に進出し、年間2勝を記録した。だが、2000年10月の香港オープンの優勝が自身、最後の優勝になり、2001年以後のキーファーは、男子テニスツアーで柔度の準優勝止まりであった。キーファーは、オリンピックのドイツ選手団の一員として、2000年、シドニー五輪と2004年アテネ五輪、2008年北京、 五輪の3回出場を果たしている。アテネでは、ライナーシュットラーとペアを組んで、男子ダブルスの銀メダルを獲得した。この時は、決勝で、チリのニコラス・マスー、フェルナンド・モンサレス組に2から6、6から4、6から3、6から7、4から6のフルセットで敗れた。2006年前後オープンで、キーファーは、ついに4大大会の自己最高成績となる。 ベスト4進出を果たした。その準決勝では、第1シードのロジャー・フェデラーに3から6、7から5、0から6、2から6で敗れ、決勝進出はならなかった。ところが、全仏オープン3回戦で、トマーシュウェルディ派に敗れた試合の後、故障による長期間の戦線離脱を余儀なくされる。1年間のブランクを経て、ようやく2007年6月に試合復帰を果たした。 ATP ツアーのランキングシステムでは、1年間の出場トーナメント数が3大会に満たないと、世界ランキングの対象外になるため、キーファーは2007年6月に ATP ツアーランキングから外れたことがある。それを乗り越えて、10月のマドリードマスターズでベスト4に入り、年間の最終ランキングで50位以内に復帰した。2008年ウィンブルドン選手権で、 キーファーは久々に第27シードを得たが3回戦で第2シードのラファエル・ナダルに6から7、2から6、3から6のストレートで完敗した。キーファーは2010年に現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2005年前仏の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。